はい、どうも皆さん、こんにちは。ちょっと真っ昼間からね、動画を回したいと思ってますけれども、ちょっとね、最近ちょっと塩分のね、取りすぎということで、ちょっとインスタントラーメンとかね、ちょっと食べる機会あまりにも多かったんで、まずいかなというふうに思っています。で、実際ね、栄養がなくてもね、塩分取りすぎ、炭水化物取りすぎってなって体に悪いので、僕はこの体の異変というものを感じた今日このタイミングからですね、もうインスタントラーメンとかをしばらく食べないようにしようかなと思ってるんですね。で、その代わりやっぱりお弁当っていうものをちゃんとしっかりと買ってそれを食べるっていう3食、それも全部そうしようかなって、昔みたいにね。だから支援機関の方が用意してくれたような、ああいうお弁当をちゃんと自分で購入して食べるっていう風にした方が、なんだかんだ言っていいよねっていう、そういう兆候ですね、いろんなところから、見えましたね。だからなんていうか、まあ、確かにインスタントラーメン美味しいですけれどもね、やっぱ塩分がどうも気になります。で、運動とか便秘の解消とかね、仕事ではやっぱりまだ不十分ですから、やっぱりそこをなんとかこう食生活を変える努力が必要だなって本当に思いましたね。ちょっとね、それは置いといて、明日からね、またカラオケに行って歌う音源とか曲リストとか、そういったものをまた作るので、今度はどういうのをしようかなっていうふうにいろいろね考えているんですけれども、多分ね、なんとなく今想像しているのは、爽やかな、ちゃんと出すもの出し切った後のこうなんか青空のような、そういうのがいいかなと思って、で、それは例えばなんだ、昔のウェイクミーアップとかね、ミスチルのああいうのとかを連想させるものとして、なんだろうな、サインとか、サインとか、あとはね、大塚愛さんのプラネタリウムとかね、あとは。スピッツのなんだっけな、君が思い出になる前にとかね、そういったものを中心にまたプレイリストを作っていく、でそれを歌い込みをするっていうところですかね。やっぱり君が思い出になる前にっていうのと、やっぱサインっていうところですね、肝はやっぱりそこですね。で、なんかこう、あとなんだろうな、靴紐とかね、潜水とか、でもまあ今までやってないこととしては、やっぱり君が思い出になる前にとサインですね。
まあ、靴ひもは映像化されてない音源だけっていうのが初めてなんで、それはやってもいい価値がありますね。で、あとは何だろうな。ドキュメンタリーフィルムとかね、まあ、中のミスチルっていうのが一番響いてくる感じがしますね。